どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またこうお人形さんでやったんですけど、このトップのボリュームの出し方をやっていきたいと思います。結構ここでもなんか分け目見えたりとか、パタンとする方って結構多いかなと思うんですけど、まあ、今回はまたこうブラシを使って、ロールブラシですね、これを使ってボリュームを出す方法をやっていきます。以前にもちょっと作ったことがあるんですけど、この方法をちょっとやると、まあ、マスターをするとですね、もう本当に結構猫っけの方だったりとか、もう本当にボリュームが出ない方、縮毛矯正かけてる方でもいいかなと思うんですけど、ここから結構ブワッとボリューム出せます。前回ちょっと後ろのここの絶壁の方向けでやったんですけど、このトップの部分から今回はちょっとやっていきますので、いつもこのトップのペタッとなってる方でお悩みの方、よかったらこの方法でやってみてください。それでは動画をどうぞ。はい、じゃあまず始めていきます。で、最初にちょっと分け目が結構出てるかなと思うので、そこの部分に櫛でまず溶かしていきます。で、後ろに向かって綺麗に溶かしていくんですけど、溶かした時にまあ、このぐらいこう何て言うんですか、分け目がちょっと薄くなればいいかなと思うんですけど、もしこう溶かした時にこのままこう分かれが結構強かったら、こういう水スプレーで水をシュシュッとつけて分け目をなくしてあげるように、溶かしてあげてからやってあげると簡単に消えてくれます。次にボリュームを出したい位置を決めます。まあ大体でいいので、この例えばここにつむじがあるとしたら、つむじから上のトップの部分ですね、まあ、この辺りぐらい、だいたいまあこれぐらいボリューム出そうっていう形で決めてもらって、で横幅ですかね、もうだいたいこのぐらい、このぐらいの幅、あんまりこう広すぎてもちょっとボリューム出づらいかなと思うので、このぐらいの幅、だいたいまあ目尻ぐらいまでの幅をボリューム出すってちょっと決めます。で、決めたらだいたいでいいんで、まあ半分ぐらいに分けます。ちょっと分かりやすいように綺麗にちょっと取ってるんですけど、もうぐちゃって取っちゃっていいかなと思うんで、だいたいまずここのボリュームを出していきます。次にドライヤーとロールブラシ、これを今から使っていきます。ボリューム出したいところの毛束を取って、でこのままブラシを毛束に当てて、そのまま上に引き上げると、ちょっとここにたるみというかボリューム感が出ますね。で、こう見た時に根元がしっかりと立ち上がってる状態、これをまず意識して上げていきます。で、ここでドライヤーを使っていきます。ボリュームが出てるところにしっかりと風を当てて、少しだけ時間を置きます。で、置いたら少しこう前に向かって引き出しながら後ろに戻していきます。するとここに立ち上がりが出てる感じになってます。こんな感じで立ち上がりが出てます。で、前の髪の毛も同様に後ろに持ってきて、で、ブラシで押さえてそのまま前に押し当てます。で、押し当ててこのたるみですねをしっかりと作ります。たるみを作ったらドライヤーで風を当てていきます。風を当て終わったら少しだけ時間を置いて冷まします。冷まし終わったら外して後ろに溶かします。
でしっかりと溶かすとここら辺にボリュームがしっかりと出てる状態になってます。でこの方法を何度か繰り返していきます。最初普通にやるとちょっとこう髪の毛の折れみたいなのが出てくるんですけど、何度かこう入れてるうちに折れがちょっとなくなってくるので、結構自然なボリューム感になってくれるかなと思います。あとは持たせるためにスプレーをつけていきます。あまりこうパリパリにするんではなくて、ちょっとこうガシッとする感じの質感になるように根元の部分に吹きかけてあげます。こんな感じで仕上がりました。あとはこう手ぐしで溶かしてバランスよく見せて、横から見てもこのぐらいの立ち上がりが出てます。結構まあ最初練習が必要なのかもしれないですけど、まあ慣れちゃえばかなり簡単にボリュームが出るかなと思いますので、いつも悩んでる方よかったら参考にしてみてください。